お待たせしました、はい、よろしくお願いします。あ、どうしましょう。あの白髪が気になって、うんうん、白髪ぼかしっていうのを1回してイタッチを2回した1ヶ月後ぐらいですね。なるほど。それと前髪がここが割れるのとここがつむじがって割れるのがすっごい気になって、うんうんうん、置き方とか言ってなんかハサミでこういうのところをちょっと行ったりしてますね。効果どうでした？ないですね今のところ、うん、僕もあれって半信半疑なんですよ、うん、あれですよね、切れないハサミでやるやつ。そう、なるほど、確かに割れてますね。気になるんですよ。髪の毛が癌で乳癌で一回全部抜けてからつむじがもう一個生えてなんかできてきて、そっから割れるようになって。なるほどです。これはブローってどんな感じしてるとかありますか？あの乾かした後に、うん、くるくるドライヤーでここだけこうやってくるくるってするだけ。あ、なるほどね、うん、ね、一個ちょっと覚えてください、はい、これでロールブラシのちょっと目の細かいやつブラシって感じのやつで、はい、逆にいっちゃってください。あ、ちょっとまずどんぐらいかっていうのは、これぐらいかなりガーって割れてる、うん、それをこ要は割れてるこういってるじゃないですか、うん、ごめんなさい、はい、こういってるじゃないですか。こいつらここを上に立ち上がってればいいんで逆方向にブローで、こっちも逆方向にブロー、はい、それが終わってから根元をブローって言うんです。なんで、まあ、ちょっと簡単に治ります。じゃあ一回これカウンセリング中ですけどやっちゃいましょう。ちなみに今こういうことですよね。はい、 OK。 ちょっとすごい目立つのだから白髪になってきても白いのが要は花開いちゃうというか両サイドに行っちゃうからですよね。水をできるお湯がいいです。お湯、うん、はい、まあ、水でもいいです。で濡らしたら毛根にすり込む感じ。毛根の結局根元が濡れてないとダメなんでこうやってスプレーでシュッシュッってやっても意外にいかないんでこのしっかりと毛根にすり込む。それってお風呂上がりドライした後ってこと？ああ、もうドライするときにこれやっちゃって、あ、いや、これはもう朝ですね。朝出かける前でこうやってすり込んで、うん、この時に実は育毛剤とかだともっといいです。育毛剤系うちだとプテロのあのエッセンスがあるんですけど、あれとかだと張り腰を出す作用もあるんでさらに無地割れなくなります。で、血でちょっと溶かす、うん、で、パカって割れるんですけどこれをいきます。ドライヤーで逆方向、逆方向っていう感じで、こっちが力がスンっていくようになる瞬間があるんですけど、それになったら次要はテンションがかかんなくなる。そしたらもう一回2往復ぐらいですかね、うん、やったらボリューム感が出ると思うんで、とりあえずこの段階で見てもらうと今超適当にやったっていうか、はい、この、うん、こうです。おお、全然割れてない。そう、これだけで、これでさらにこれで一回は根元をぐっと、うん、で真上って感じですね。もう一回やりましょう。朝起きて出かける前とかにはこういう感じで少しやってあげるとこういう感じ。あ、本当ですね。やってみてください。はい、多分根元っていうのは、うん、あの宿毛矯正もかかんないし、まあ、一応根元パーマっていうのがあってかけることはできるんですけど効果も2週間も持たないと思うんで、あのつむじの割れって関してはだからこれを覚えちゃった方が早いです。わかりました。ここは解説ということで、はい、今日大阪からありがとうございます。ちょっとまた後ほど聞かせてください、はい、ありがとうございます。どうしましょうか。まだカラーはしましょう。はい、ほんでね、あの、まあ、黄色っぽいとかオレンジっぽくだんだんなってくるのが嫌なんですよ。黄色とかオレンジカラーが嫌なんですよ。アッシュ系の色が好きで、あ、いいと思います。でやっぱり白髪が目立たないような感じ の、はい、うん、のメッシュっぽいバリアージュみたいにやってほしい、バリアージュみたいにやってほしいと思います。バリアージュだと意外に白髪自体はあんまりぼかせないでハイライトの方がいいと、だ全体にこう均一に入ってる方がかっこいいかなと思うんで、はい、いきましょうかね。ハイライトちょっと目立った方が好きですよね。あんまりナチュラルじゃない方がいいです。 OK です、ね、うん、じゃハイライトしたら間を塗っていくような形でいきましょうかね、はい、あとお任せします。あの前髪がね、うん、やっぱちょっと白髪出てきたりするから、うん、やっぱもうなるべく下ろす、ギザギザで下ろすように、うんうんうん、って思ってるんですけど、はい、ちょっと今度の美容院が長かったから、うん、切っちゃったんですよ自分ジャキッて変な風に。なるほど。なんでまあ前髪は下ろした方が若く見えるかな。間違いないですそれでお願いします後ろがちょっと重たいかな、うん、なんかここら辺ボワッとしてますよね、はい、なんでちょっとここら辺をすっきりレイヤーグッと上げていくようなイメージでいきましょうかね、はい、多分こんぐらいの方がかっこいいと思います。サイドもね、はい、斜めが好き。 OK です。厚いのが好きかな。どんどんレイヤーが入ってる感じ、そういう感じでお願いします。
得意です。じゃあ行きましょうか、はい、ということで今日はハイライト、全体ハイライトですね。なんか表面メインで多分バレイヤージュ調が入ってるんですけど、うん、せっかくなんであの内側にも入れてなんとなくハイライトが全体に目立つようにいきたいかなと思います、はい、で赤くならない、はい、黄色くならない足毛頑張りましょう、はい、はい、準備します。じゃあまずブリーチからですね。今日はしっかりとハイライト全体に入れていこうと思います。アルミの122キャラフェクトコネクタ、アルミの122 6% 2倍でキャラフェクトコネクタ総量の 10% でケアブリーチを作って全体をハイライトして、で根元ですね、根元をしっかりとその間を詰めて塗っていきたいと思います。で間なんですけど、今日使うのはちょっと今手元にあの箱がないんですけど12シルバーですね、アルテマの新色、多分この動画出る頃にはもう発売されてると思うんですけど、12シルバーに 2GB3:1 で、それにアクセントとしてグリーンを 20% 入れてます。でできる限り赤み黄色みオレンジみが出ないようなものを根元につけます。ハイライトと根元塗ったら時間を置いて、でシャンプー台で色入れしていきたいかなと思います。色々はまた後でお伝えします。でちなみに根元の薬、毛先じゃないんですけど根元の薬はいつも通りテンサイトを大さじ1杯で頭皮保護します。でインフォームの、浸透促進と2プッシュですね、エラフェクトコネクター1プッシュで、これメテオ10%、グリオキシル酸とレブリン酸とグリオキシロイルカルボシステインとグリオキシロイルケラチンアミノ酸です。しっかり根元からツヤと張り越しっていうのを出していきましょう。で、早速ですけど前から入れていきます。やっぱり白髪っていうのは気になるのはこの生え際だったりするんで、この生え際をまずは入れていきたいかなと思います。こうかき上げた時に出てくるこのフェイスラインとかに入れるのが、まあ俗に言う白髪ぼかしってやつですね。なんでこのもみあげ周辺、もみあげは多分一番最初目立ってくると思うんで、そういうところはまず入れといてあげると結構お客さん的には嬉しいというか、一番ねあの白髪がボケかなってなるんでね。しっかりとつけたら折り方ですね、ちゃんと綺麗に半分に折ったらもう一回半分に折って両サイドを畳む。根元これあの間を塗っていくんで、ここがしっかりできてないと後で根元の塗り漏れだったりブリーチがはみ出しちゃったりするんでダメですね。サイドはこのまま縦にポンポンポンといきます。で前髪ですね、顔周りの次は前髪もしっかり、この前髪もやっぱ生え際として一番気になるところだと思うんで、をしっかりと折って、で折る、こんな感じで前髪も3個ぐらいいってもいいと思います。ハイライトの数がね多くなれば、まあ白髪のボケる量っていうのは多くなる。ただ入れすぎるとどうしても派手めにはなってくるんで、ここはね TPO に合わせたというか、モデルさんとかお客さんの、まあ、印象に合わせたハイライトの量っていうのはやっておくといいかなと思います。今日はちょっとしっかりめに入れていこうかなと思います。なんでそんなに細すぎないように。白髪ぼかしハイライトっていうのはやっぱまあ白髪に要はいかに近づけるかっていうものなんで、そこをしっかりとね考えながらやるといいですね。でもって根元のカラーは加減法ですね、12シルバーとあと 2GB を使うことによって、明るいものと暗いものっていうのを使うことによっていかに白髪と一体化させるかっていうのも大事ですね。白髪染めっていうのをやってしまうとどうしても、まあ、入ってきたら目立つようになるし、少しボケてるぐらいの方がいいかなと思います。なんでしっかりと抜いてください。はい、こんな感じでですね、逆サイドとバックも同様にいきます。さあ行きましょう、2人でいきます。はい、ハイライト入ってるといいですよね。結構前からハイライト、ハイライトは入れてますね、ちょっとちょこちょこ、白髪染めとのね戦いになっちゃうからね、はい、根元引きなんでなっちゃったらやると思う、ね、ちゃんと廃業はカバーからお願いします、はい、やっていきましょう。きちっと折ってないとダメなんですね。今聞いてこれ。なるほどと思って。次行く時美容師さん見ちゃいますよね。見ちゃいますね、本当。これで綺麗に折れるのと折れないのでだいぶ変わってくるんで。全然違いますよね、そういうところが。折ってくれなかったって思っちゃうのかな、心の中に。あ、折ってないな。折ってないな、ないわ。ないわ。なりますかね。大阪から、そうです、はい、ちゃんと関西弁な人でも久々にでもね違うんです。私 OL 東京の銀座で7年ぐらい OL して、はい、結婚で関西行ったんです。そうなんですね。でも向こうの方が長くなりました。長くなりました。この間大阪、10月11月大阪行ったんで、はい、楽しかったですよ。食べ物美味しいですよね。いやうまい。ね、あのね焼肉屋超うまかったな。
なんか大阪駅の近くのガード下みたいな、結構汚めな感じって言ったらいいの、失礼だけど、なんか本当にガード下の焼き肉って感じなんだけど、すごいうまくて、うまくなかった、美味しかったですけど、超寒かったですけど、まあガード下だからねリーズナブルだしね、そう安い、ね、うん、しかもおばちゃんが超優しいんですよ、すっごいうまかったの、うん、結構ね、大阪はすごいいい街で、あとか南とかどっちの方とかあるんですか、もう全然わかんないですけど、北になるのかな、うちは高級住宅街ってことですね。いや、そんなこともないけど、まあ、僕の知ってる情報はあの北は高級住宅街で、南が繁華街で、あの桂三枝とか西川清志が住んでるところに割と近いかな、そういう感じそんな感じです、全然わかんない、新喜劇見ます、こっちに東京にいるときは全然見なくて、全然面白くなくて、結婚してすぐに携帯電話ってないから、テレビつけたらそういうのばっかりやってて、でも全然面白くなくて、わけわかんないんですよね、笑いのツボが全然わかんないの。でもこっちに来て何回か見に行きました、うん、東京の友達が来たりして行ったりとか、やっぱ西と東の笑いって違うんですね、違うらしい、楽しい、笑いのツボが違うらしいですよ、本当悲しい、悲しい、うん、山崎とかずっと見ながら笑ってますもん、同じネタでもずっと笑いますもん、ダサい人ですね、ダサい人ねは多分ねいやそうだった、結構でもなんかね、新喜劇のキャラクターとかをここで出すとコメントとかで結構入ります、日本中で人気なんだなと思って、いやそりゃそうですよ、それそうおかしいですよマジで、はい、知らないのは知らないし、あれをあれで笑わないのはそうなんだ、全然ネットフリックスにありますからもうすごいそれ押してくるけどさ、はい、その時間ない、ネットフリックスでありますから、ネットフリックスとか見てた方がね、なんかあれですもんね、でもあれですよね、テレビはめっちゃお笑い多いですよね、多いですね、うん、あんま見ないですか、まあ、そんなには見ない話違うんですけど、私あの銀座で、東銀座の方で OL して電通ビルの隣のビルでね、で郷ひろみが来たりとか、郷ひろみが金髪時代にめっちゃ世代だからで会って、エレベーターで一緒だったりとか、すごいじゃないですか、郷ひろみ金髪時代が浮かばない、そこも全然でもそうなんだよ、ほんで郷ひろみだとか言って話しかけたらちゃんと答えてくれて、でもその時よりもこれに来てくださいって言われた時の方が興奮して、ほんとほんと、大ひろみさんにもうどうしていいか分かんないくらい動揺して、勝ちましたね、ほんとにびっくり、でもそんなになると思わなくて、しかも悩んだんですよ、大阪からって書いてあって、さすがにちょっと申し訳ないなと思って、いやいやそんなことないです、そうですか、ありがとうございます、もうほんと嬉しすぎて嬉しすぎてどうしていいか分かんなくって、しがないでよしって、いやいやもう私は何回もこらポチポチしても外れるから一生してもらうことができないと思ってたからありがとうございます、ほんとほんとすっごい嬉しくて、ゴーさんに勝ちました、もう仕事なんか全部キャンセルしてまで来ますよね、ほんとありがとうございます、本当に娘にも主人にも言って、もう本当に本当にもう興奮東京行ってくるっつって主人一緒に来ましたから、あ本当に、本当に娘のとこで待ってる困りですよ、そうですよね、明日の朝から仕事一番になるんで、あもう朝一の飛行機でタクシーに迎えに来てもらって帰ります、はいはいはい、なるほどなるほど、そっかニコ玉から、ね、だからちょっと遠いですよね、ちょっと遠いですね、でもお孫さんも見れながらそうですね、だからね、はい、取れたし、奥様は明日は帰らない、ゆっくりしちゃう、いや一緒に仕事してるんで、うん、帰ります、そうなんです、アドスケジュール、アドスケジュール、その間でも福岡からいらっしゃって、その日のうちに来てその日のうちに帰られてたから、あモデルさんで、そうですね、そうすごい、でも分かります、でも北海道でも私行きますありがとうございます、北海道からね通常で通ってらっしゃるお客様がいらっしゃいますね、飛行機で、あでも分かります、2ヶ月に1回全然だってまだ完成してないですからでもあれ YouTube とか見たら、はい、たまたまね、はい、飲みに行ったバーに美容師さんがいたんですよ、若い美容師さんがでね、私ね行くねっていう話をしてね、はい、YouTube 見てって美容師さん向けにも配信してすごく分かりやすい説明してるから絶対見て、分かりましたって
本当にありがとう。美容師におすすめしてくれたのね、大阪の美容師さんに。でも見るべきやと思うから、大阪の美容師さんが見てくれてるってことですね。そう若い子がこれから自分でね、もっと到達してお店を持ったりするじゃないですか。そうですね、いいと思います。技術があれば少なからずお客さんはね、そんなに離れないですからね。うん、突拍子もないこと しなくても。あ、ごめん、すいません。これでお片そうでしょ。あれ、あと1枚、あと1枚、あと1枚置きました。まあ塗ってるのに片付けられた。バーで美容、若い美容さん。そう、めっちゃ面白いですね、それ。もうみんなに私は言ってきたので。じゃあ今日ちょっと気合い入れますね。お願いします。これもいるかもしれない。だから若いバーの美容師さん、バーに行った美容師さん、そう、ちょっと気合い入れて綺麗な髪色にしないと。カットもね、カットでしょ、うん、間の部分塗っていきます。ちょっと一回するしょ。じゃあってことで、こうやってハイライト塗り終わりました。ちゃんとね、先ほどモデルさんも言ったけど、ちゃんと綺麗に折るというのも大事ですね。じゃあそんな感じで、じゃあ根元の薬12シルバーと 20B グリーン反対1点 20% っていうのを根元リタッチ塗っていきます。白髪ぼかし歴は長いんですか？ハイライト歴は長い？いや、1回やって、1回やったのが何月だったかな、はい、夏ですね、1回やって、それからリタッチに返して、今度はもう1回抜く、ハイライトなんだっけ、脱色なんていうの、ブリッジ、うん、ブリッジをしなきゃいけなくて、もうブリッジすると割と痛むじゃないですか。で、毛が抜けてくるのもちょっと気になるし、なんて思って、それで、ロットさんが出してるシャンプーとトリートメントとミスト、はい、マシになりましたよ、そういうのも。いいですね、全部。いや、めちゃくちゃいい。はい、いや、本当いいですよ、自分で言うのもなんだけど。すごくいいです。はい、そうなんですよ。で、ツヤ感が違いますね、ミストは。あ、ミスト。特に。そうなんです、そこにこだわって。レブリン酸っていう酸、高濃度配合。でね、使い方が私下手なのかもしらんけど、はい、シャンプーして、はい、で、乾かす前にミストをつけて、はい、それからドライヤーしてるんですけど、はい、それでいいんですか？あ、そうです、そうです。朝はミストはしない方がいいのか？あ、して大丈夫です。あんまりつけすぎてもベタベタしない設計になってるんで、ベタつくの嫌じゃないですか。嫌なんですよね、洗ってないみたいになっちゃう。油をほとんどそんなに大量に入れてないんですよね。で、意外にセラミドがいい味出してて、うん、メイン成分はレブリン酸とリピジュアっていう保湿成分なんですけど、うん、セラミドがね、結構溜まってってくれるんですよね、髪に。だからブリーチのところってダメージホール大きいじゃないですか、うん、その大きいダメージホールのところに入り込んでシャンプーその日夜したとしても全部が全部取れないんですよ。それがすごい大事。本当に修復したって言えると思います、あれが毎日やることに。だから髪が良くなってきた。ああ、良かったです、うん、本当にそれを思い感じて、あれはもう全日本女性に使ってほしいと思って。だ、値段設定も相当、あ、そうですよね、うん、リーズナブルだし。最近では本当申し訳ないのが、全国の美容師さんが取り扱い希望、すごい、なんかうちでも取り扱いたいですっていう連絡すっごいもらうんですけど。あ、でも分かります。間入れられない値段設定にしてあるから、あ、そっか、美容師さんに下ろした段階で僕は赤字になるんで。できないですから、本当オンラインショップで申し訳ないです。美容師さんは自分たちで使うやつを普通にうちのオンラインショップで買ってくれてる人が多いって。まあ、いろいろシャンプーリンスも試しましたよね。本当にいいと思うのはいろいろ試すし、うんうんうん、ちょっといいと思うのもすぐやるし、はい、でもいいですね。使えば使うほどいいって感じがしますね。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。岩崎もちゃんと出張先に持ってってます。うん、髪の毛センシティブなんです。ブリッジしすぎだ。大事ですよね、髪の毛ね、すごくね。私もこの間旅行行った時も絶対持って行きます。あ、そう、なんかね、なんかうまいことビジネスホテルのシャンプー、うん、前より良くなった気がしますけどね。どうなんだろう、ちゃんともう全部ケラフェクトからインフォームから全部持って、実家帰る時も全部持ってって、お母に何これとか言われて、ごめんなさい、置いてますよっていう。お母さんにノットシャンプー送ればいいし。あれ、多分持ってますよ。あ、そっか、送ります。あ、そうか、ケラフェクトとか新商品だし。そうです、シャンプーは多分送ったんですけど、うん、あ、なんか送ってたよね。送りましたよね。でも、今までの買いだめがよくあるやつ。そうそう、金木犀の匂いのするオイルですか、はいはいはい、あれも買ってるんだけど、うん、使い方がもう一つ分かってなくて、ベタベタするのが嫌で、ちょっとね、ウェットな感じに嫌だかもしれない。逆に言うとブリーチ部分はすっごいサラサラになります。そう、あとはベタベタさせないためには、うん、超単純なんですけど少量つける。単純です。そう、結構つけちゃうとやっぱりオイルなんで、天然オイルなんで、やっぱり油って感じになりますよ。ただ油臭さには絶対ならないのがあれの特徴なんですけど、基本的にはすごいちょっとを手で伸ばして伸ばしてプラス温めてですよ。
やっぱり体温以上にならないと伸びが悪いんで、ああいうオイルちょっと摩擦熱で温めてあげてください。摩擦になるんですね、ブリーチのところなるっしょ。つけた方がいいですかね。ちょっともみあげは重点的にいい感じなんですかね。大丈夫ないですか。大丈夫です。はい、うん、完璧でしょ。完璧です。さあ、じゃあこれでおしまいです。はい、こんな感じで根元のカラーも完成ですね。これでしっかりと時間を置いて、20分置きます。で、シャンプー台でトナーします。はい、じゃあ20分お待ちください。はい、ってことで20分経過です。はい、もうバッチリですね。がっつり抜けてます。で、今前回までの入ってたところにはさらに色味が入ってます。ってことで根元が、12シルバーと20秒使った加減法なんで、ちゃんとしっかり色が入りつつも透明感、これは今までの 14N よりも確実に透明感出るんで、これ最近おすすめです。で、まず流します。流して、ブリーチシャンプー、ブリーチのキャンセルシャンプーはどこのだっけ。ブリーチキャンセルブリーチキャンセル、多分タマリスの、ブリーチキャンセルシャンプーを使ってしっかり流して、で、その後にアシッドリンクですね。アシッドリンクでちゃんと揉み込む。で、流してトナーです。トナーいきます。アルテマ新色シルバーとディープブルーとグリーンと、バイオレットを1:1:1:0.5 で 3% で、メテオ 30%、ハウタム 3g 入れてます。はい、で、オキシ 3% ですね。それでトナーをして、5分しっかりとシャンプー台でトナーをしたら流して、ヘマヘマジャックエッジノットシャンプーインフォームで、さらにそれ流してアリミのコアミの順で最強のトナー&トリートメントっていうのをやってもらいます。お願いします。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、あ、いい感じですね。楽しみにしてください、乾くの。はい、はい、あともうこの時点でちょっと透明感というか、うん、まだ分かりづらいですけど、はい、大丈夫です。あと1回、ちなみにメテオのトリートメント、多分動画見てるとたまに、はい、あれがトナーで入ってます。本当はもうちょいお時間置いた方がいいんですけど、こういうあのブリッジ手術の時は時間置けないんで、根元しっかり入ってるんで、張り越しっていう面でかなり出るのと、先もしっかりと綺麗になるはずです。はい、ノットのミスト失礼します。ちょっとカット前なんで大量につけます。確かに前髪ちょっと短い大丈夫です、かっこいい。さあさあさあ、どうしようかな。レイヤーですね。やっぱここの形がちょっとペタッとしてるというか、はい、うん、後頭部のボリューム欲しいんでレイヤーいきたいかなと思います。はい、もう今のカットもカラーもお上手ですよ。結構しっかりとベテランさんのところ、うん、うん、いい感じです。ただちょっと変えます。はい、はい、じゃあカット解説いきます。はい、ちょっと喋ってください。失礼します。今日はレイヤー、特にこの割れのところをもうちょい綺麗にあのまとまりやすくするためには、やっぱトップの長さっていうのは少し切りたいんで、このブロッキングでいきます。8の部分でブロッキングして、もうちょっとごめんなさい、長さはそんなに変えなくてもいいと思うんで、ちょっと毛先整える感じで、で、ちゃんと押し込む、押し込んで、この襟足ちゃんと押し込まないと綺麗にならないんで、やっぱりちょっとこういうの出てきちゃうんですよね。ちゃんと押し込んでないコーミングをしちゃうと。なんでこういうのは絶対にないように細心の注意を払います。感じですね。これはちょっとパササッと、で、前上がりになるように切る。長さはちょいと整えぐらいなんですけど、ここですね、ここ意外に角になりやすいんで、ちゃんと回り込むですね。回り込むことによってここに角は出づらいです。ここ角ができると 100% 跳ねます。なんで今の状態のやつはしっかりと跳ねないように切り直しました。で、もう一回押し込む。この三つ襟のところが絶対に出てこないように。で、モデルさんぐらい三つ襟下の方まで生えてるモデルさんとかお客様とかだったら、あとで C シェイプで取っちゃうっていうのも手ですね。切りました。そしたら三つ襟を下まで入ってるお客様とかだったら、入ってるとこちゃんと見ながら C シェイプするとまだ出てきます。これが悪さするんで、はい、しっかりと逆側もですね、一番下までちゃんと見極めて、これですね、これだけでかなりカットのクオリティ変わってくるんでいいと思います。レイヤー入れます。センター通ります。で、持って、今がちょっとこんぐらいのグラデーションっぽい感じになってるんで、フェイムレイヤーぐらいになるようにレイヤー入れます。で、この今日ボンノクボあたり、ここら辺がすごい重く見えてると思うんで、ここら辺が重く見えないカットですねっていうのをいきたいかなと思うんで、ちゃんと引き出してしっかりとネープからレイヤー、下からレイヤーってやつですねを入れてくるんで、はい、こう下に持ってきて引っ張る、動きのある襟足っていうのを作りたいんで、しっかりとレイヤーを入れます。はい、アウトライン取ったら上に引き出す。
こんな感じですね。ここでこの感じのレイヤーいいと思います。逆サイド同様です。引っ張ってレイヤーを入れる。レイヤー家に入るとこのフォーミングだけで絶対に跳ねないスタイルっていうのができます。この状態ですよね。こうすればご本人が乾かしても絶対跳ねたり変な方向に行ったりしないんで。よし、じゃあ次の段いきますね。で次の段をトップをめちゃめちゃ小さく取ります。ここぐらい取ってあげて、でここモデさんおっしゃってた生え癖、要はつむじが強いところなんでテンションをかけないで切ります。こうやってこのまま下の流れでレイヤーは入れていくんだけど、大体ここ引っ張りがちなんですけど、まあ引っ張るのが正しいカットであるんですけど、テンションをいつもより優しくします。ここダルンダルンの状態で切ってってあげるとこのつむじのところっていうのが綺麗に収まりやすいんで、通常時よりもテンションをかけないカット、特にこの割れてるところはフォーミングめっちゃ綺麗にしてテンションはかけない、フォーミング綺麗にしてテンションを緩める。そうすると比較的遊びができるんですよ。遊びができるとこうやって綺麗に割れなくなってくると思うんで、ここはちょっと意識してください。で逆サイドいきましょう。こうしてこっち側もテンションをかけない、左手の力をいかに抜くかですね。結局は左手の使い方になってくるんで、左手の力を抜く。ここから上はテンションをかけない、引っ張らない、ただコーミングは綺麗にっていうのを心がけてください。ここまで切ったらサイドのアウトライン切ります。真正面向いてください。そしたらサイドのアウトライン実はまだ切ってないんで、はい、ここまで切ってあるんで、こっから前上がりにします。でこの顔周りが斜めなのが好きだとおっしゃってたんで、ここは前上がりちょっと急にしちゃっていいです。少し急にする。で、顔をカバーするここの毛ぐらいまでは残す。では、エラ下、エラの下まではちゃんと毛が残ってることにしてください。で、持って逆サイドを、ここから前上がりを強く。で、ここにしっかりと毛が残る。はい、そしたら、中段切り終わってるんで、上段行きましょう。上段を引っ張る。この時もテンションをかけない。テンションをかけずに、切ります。だから今日は後頭部クラウンの部分ですねはテンションをかけないをモットーというかね、あの合言葉にいきたいかなと思います。引っ張らない。この下段はちゃんと綺麗に引っ張る。で中段テンション抜く。で上段はもっとテンション抜いた状態で柔らかく切る。そしたらサイドですね。サイドは縦に引き出してちょい前にダイレクションかけます。前上がりなんで前にダイレクションかけて、あとは後ろのガイドに沿って切る。で顔周り0度で前に行くんですけど、この0度でちゃんとレイヤーが入る。でそしたらこんぐらい前上がりで前に倒すレイヤーすると大体ここに角が残るんですよ。重たいところ、要はここが激しくグッと入るんですよ。頭の丸みが均一に前あの角度があるわけじゃなくて、ここから急に前に入る場合お客さんの頭蓋骨の形だったりするんで、そしたら横スラでちょっとレイヤーで縦に上げると、はい、これです。この角結構邪魔なんで切っちゃってください。そうするとより内に入ります。お姉さんがうなずいてちょっとなかなか美容師さん向けなんでね。そしたらはい、こちらをトップ同じくセームレイヤーで切ります。で徐々に前にダイレクションをかけて、で最後0度でいく。だから前髪をご自身で切られたということなんで、ここら辺はちょっと直しながらって感じですね。そしたらさっき言ったここの急に角度がグッと入るところがあるんで、だからここが重くなるんですね。この顔周り前髪の隣が重くなると必然的にすごいやぼったいカットになるんで、ここのスライス、ゴールデンポイントからフェイスラインになるスライスを取って上げると、今のところですね、ここちょっと重さ膨らむ、ここから膨らんでアウトラインに行くと思うんで、ここちょっと落とす。そうするだけでここ一気に馴染む。これをすごい大事なんで、ここら辺の頭の丸みが強いお客様とかはしっかりとチェックしてあげてください。結構ですね、こうなったらこう後ろに流した時にしっかりとレイヤースタイルっていうのは作れます。逆サイド同様ですね。パパッと切っちゃいます。はい、逆サイド切り終わりました。バッチリですね。よし。乾かします。ノットミストもついてるんで、インコイル、お、出ない。足ります。よいしょ。パシッと乾かします。赤みゼロです。はい。いい感じ。で、ちょっと今ここら辺青っぽいんですよ。なんでかっていうと、結構ブルーを強め、ブルーとシルバー強めにやってるんですけど、後でちょっとアイロンで飛ばします。この青みが消えると、もう超
綺麗なあの赤みなしブラウン、ブラ、ベージュになります。ハイライトの具合もしっかりと綺麗に、はい、はい、これ白髪生えてきても分かりづらいやつですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあということで、はい、後ろお願いします。まだレイヤーがねあのバツッとしてるんで、ここを綺麗にしていきます。まあ恒例のチョップカットですね。ブラントで切ったものは確実にチョップで削るっていうのは特性付けてください。これを最速でやる、こういう形でもう横すらでこのブラントで切れてる。まあここはブラントで切った時はほとんど整えたぐらいなんですけど、少し残ってるんで、まずから縦でブラントが残らないようにしっかりと中段結構今日レイヤー入れたんで回数多めに入れて、で最後ドライカットするんですけど、基本的にはボリュームがあった方が僕はかっこいいと思うんで、特にこんぐらいのショートのちょっと伸びたミディアムレングスぐらいはだったら、あのこのチョップで質感を調整するとこまでいっちゃって、ほんのちょっとですね、ほんのちょっとだけをスライドカットなんかで作っていけばいいかなと思います。こういう感じでこのレイヤーとハイライトの具合っていうのはかなり綺麗に出るかなと思います。いきます。くしゃみを我慢してるの、違う、咳を我慢したの。鼻をすすりました。鼻をすすりこっそりなんかグスグスやってんなと思って。一回しかやってないですよ。バレました。なんかちょっとブヒーって聞こえたの。お怒り、すいません豚で。すいませんね豚で。そんなこと言ってないです。すいません、すいません豚で、すいません。豚で、すいません。パワーワード最近ずっとこんなんばっかりですよ。後ろ見てもらって、このレイヤーの感じですね。このトップのこのつむじのところの割れっていうのも少し防ぎつつ、毛流れが出るっていうのがこのレイヤーカットのいいとこで、さらにここをちょっともうちょい締めていきます。サイドをまずブラント取りましょう。これ、ブラント。で、ここら辺も顔周り、しっかりと綺麗につながるように。こうして、うんですね。ハイライトが結構似合う肌色してますね。でも、ああそうですか、うん、すごい透明感があって綺麗な、うん、よいしょ。そうしたら最終チェックでこのドライカットシザーでここですね、多分おそらくこの中段の重さ取ったらおしまいでいいです。こんぐらいになってくれるとかっこいいかなと思うんで、このレイヤーの際の内側の重さっていうのを取りましょう。こっちから行きます。で下段は取りすぎないようにして、この中段をスライドカットで量を取ります。この透明感グレーカラーとハイライトの組み合わせ、やっぱかっこいいですね。素晴らしい。12シルバーと 2GB の組み合わせ、本当に透明感出るんで、もう最近はこればっかりやってます。よいしょ。はい、このレイヤースタイルですね。こっち側から見えるかな。はい、こんな感じですね。逆もいきましょう。決してスカスカにしない、スカスカにするほどなんかかっこ悪いもんないんで、この本当に狙ったところ中段のメリハリをつけるために、これですね、丸さとタイトさ、これをつけるためだけのスライドカットですね。よし。でそうするとトップの丸みっていうのがより際立ってきます。もう一段かな、ここ大丈夫。毛流れを見ながら、うん、バッチリ。そしたら顔周り、ここがちょっと重いんだけどあんま好きたくないんで、ちょっとだけスライドカット、もう繊細に、鏡見ながらちょうどいいポジションを探します。あと調理、そういうとここの毛が長いといいんですけど、うん、あの多分ご自身でカットしたってやつなんで、ご自身で切るときってマジで思っびっくりするぐらい、このゾーンだけ切ってみてください。そう、これだけ、こっちも前髪に見えがちなんですけど、うん、これが広がるんで、そう、あのここさえ切れば邪魔じゃないんですよ。で思った以上にカットの超重要な雰囲気を作るのはここの毛だったりするんで、これちょっと次回からやるとなんかいいですよ、うん、はい、いいですね、いい感じです。最近ずっとそうセミナーとかもあったから、セミナー鏡がないんですよ。こっち受講生って感じだから、だからもうこうやって似合わせをするのはやっぱなんだかんだ美容師って鏡が必要なんだなと。よし、
前髪チェックします、はい、前髪はもう短くしすぎないで、ちょっととりあえず一回こう引き出して、これですね、これがあるんで馴染ませる程度ですかね。ここにご自身の切った短いのはいて、いや全然お上手ですよ、お上手なんだけど、一応あのタイビヨシさんだからあのちょっと厳しい目で、はい、ここをこれのここですね、ここのバツを切りたい場合はこう持ってきて、まずここの手前にスライド、あ、ごめんなさい、セニングで入れる。そしたらこれを超えたらちょっと回数増やす。そうですね、もう一回いきましょう。こうしてもう馴染んだとは思うんですけど、今度は内側の短い毛の周りを要はぼかしていく感じですね。これであんまやると後で痛い目見るんで、これぐらいにしてちょっと細かくいきます。でもってここですね、ここの毛がしっかり顔に馴染んでるんで、ここです、この重いところ、この重いところを優しくセニング2回とかです。それだけで一気に頭が、うん、顔が小さく見える。ここは厚みがあるとやっぱりね、どうしても大きいスタイルになっちゃうんで、ここはタイトに、要は四角いものをこう削っていくイメージなんですね。だから一番削っちゃいけないのはこのここイヤートゥーのところと正中線で、要は四角い氷を削って丸くするバーテンダー全然岩崎はやっぱ通じなかったですけど、そう、あの、わかりますよ。わかんの？なんですか？わかります。バーテンダーがこう。私バお酒飲まないけど、バーテンダーの動画見るの好きなんで。だそうです。丸い氷を作るイメージでいくと、やっぱここのゾーンっていうのはやっぱ少し削んなきゃいけないゾーンで、ロングの人もショートの人もここは絶対。でもって次に大事なのはこの耳後ろ。ここも同じ対角線上にあるはずです。こうやって対角線上。この対角線上のものっていうのは削ってよくて、そこのラインに入らないものっていうのは削っちゃいけない。で、今日はこの耳後ろ、そのさっきの対角線上にあるところで膨らまないようにしたいところに軽く。やりすぎない、これやりすぎ、もうほんと丁寧にしてください。せいに、すきばさみに関してはこれでザク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 いっちゃダメなんですよ。 かといってこれを使わない、全く使わないでメリハリをつくのも難しいっていう、だからだったら一番丁寧な方法でいった方がいいですね。 OK、 これでいいと思います。ちょっと一回ブローしますね。そしたら今日はもちろんメテオが入ってるんでアイロン仕上げですね。アイロンで髪の結合を作りつつ全体のツヤ張り腰っていうのを出します。さらにその時にこのトナーで入ったちょっと強い色味、青の強い色味っていうのはちょっと飛ばすようにイメージしていきます。温度は200度、優しく見て、5分しか置いてなくてもちゃんと蒸気が出るぐらいウリオキシル酸っていうのが効果的に効いてるはずです。で、スタイリングなんでちょっと丸さを出しつついくとかっこいいですね。せっかくなんでアイロンついでに丸さを出す。うん、リトーノとメテオが入ってると、これアイロンしても意外に色が落ちないっていう、色が飛ばない。なんでかっていうと、やっぱり、pH 調整がしっかり最後効いた状態でシャンプーアップされてくるんで、色っていうのはなかなか抜けないですね。色持ちがいいって言われるのは、メテオのおかげです。リトーノ自体も残留アルカリを取ってくれるんで、その2台の2つの組み合わせによって、かなりの効果が現れます。でもって、ブリーチしたと思えない手触りなんで、後で触ってみてください。うん、ブリーチってどうしてもギシギシしやすいですよね。そしたら髪の毛結構柔らかめだから、ただあれですね、なんだろう、ザラザラしてない、エイジングになってないですね。すごいいいことなんですよ。そうですか、よかった、うん、エイジングちょっとチリチリした髪になる人いるじゃないですか。あれになってないんで、多分日頃のケアだったりとか、あと意外に血行が多分相当いいんだと思う。頭皮の血行、頭皮というか、そうですね、頭皮の血行、毛細血管の、あれの血行不良で酸素が少なくなることによって、やっぱりどうしても毛根がね、エイジングになりやすいんですけど、そうなってないっていうのは、やっぱ日頃のケアと、あの、本当血行だったり、まあ、かなり効いてるんだと思う。私はね、一番最初カウンセリングでお聞きした、あの、治療後ってどうしてもザラついた髪が絶対生えてきやすいんですけど、そうなってないっていうのは多分かなりあれだと思いますね。意識していろいろやられてる証拠だと思います。怖いから抜け毛剥げてきたら、あ、怖いですよね。大丈夫です、いっぱいちゃんと生えてます。あ、よかった、しかも綺麗な髪が、うん、よかった。そうそう、大事なんですよね。あとはちょっとね、白髪が減るようにとか、うん、目立たないようにって言って、目立たないようにこのカラーはかなり効果的なんですけど、 ありがとうございます。白髪を減らすにはやっぱさっき言ったさらに血行促進だったり育毛剤だったりとか、うん、なんかそういうのも必要になってくるかなと。育毛剤って置いてるんですか？育毛剤置いてます。あ、うち僕は開発してないんですけど、うん、あの育毛剤自体はあのプテロのエッセンスを置いてますね。あれはね、白髪予防と薄毛予防に相当効果的で、かなりね、いい商品。あ、
そうです、はい、なんか結構某有名育毛発毛会社の成分と全く一緒、うん、要は作ってる人が一緒なのかな、作ってる人が一緒なのか開発チームが一緒なのか、それ僕ちょっとあんま定かじゃないんでここではあんま言えないですけど、それでかなり効果があるという話。さすがに僕結構シャンプー作ったりとかミスト作ったりとか得意なんですけど、発毛育毛発毛系は専門的すぎて僕の範疇ではちょっと難しいです。でも抜け毛は減ったから、あシャンプーそう、うん、そうなんです、本当に減ったんですよ、うん、そう私コロコロするんですよ、ブロー終わったらコロコロ、布団をの時も、うんうん、シーツコロコロ毎朝、はい、毎朝そう分かるじゃないですか、まあ、全然ないもん、はい、シーツには抜け毛ないし、うん、コロコロのついてる毛の量が、あいいっす、本当減ったの。シャンプーうちのシャンプーは抜け毛マジで、でも育毛剤って1個も入れてないんです。ただやっぱり刺激の少ない洗浄成分だったりとか、うん、頭皮の環境を改善する単細胞系とかそういうのが入ってるだけで全然違ってくる。だからなんか結構いろんなご家庭でご主人が勝手に使ったらなんか抜け毛が減ったっつって、結局なんかうちの旦那も使うようになって消費量が増えて困っちゃうみたいなことを言うここに来てるお客さんに言われます。わかる気がする。そうありがたいです、うん、男性に結構人気が後から出ます、うん、でも主人がハゲても嫌だから、あそれは使わせようね、うん、そうですね、うん、ちょっとせっかくなんで少しだけオイルつけます。ベタつかない量、はい、ちょっと見てください、はい、電子オイルですね、はい、電子オイルをもうスポイトを使わないでうんってやったらちょっとついてるんですよ、もうそれでもうこれぐらいです。あ、はい、これぐらいでいいかな、これぐらい、うんうん、これをまだつけない、うん、これぐらいまだ温めて、でさこういう感じで、で要は温めて伸ばして伸ばしてつけるといい感じになります。前髪はもう最後までつけない、そうしていますね、はい、多分自分が今まで起こす最近やったことない感じの後頭部になってます。楽しいこうです。あ、本当だ、色もふっくら、うん、そう要はここの中段ってさっき言ってたじゃないですか、はい、ここの内側を削ることによって上の長さって少ししか切ってないんですけど、ここ上を丸くするためには下を削った方がいいですね。さっきの氷の理論じゃないですけど、うんうんうん、それをうまく使ってこの耳牛を取ったりして、この後頭部がふんわり、さらにこのハイライトっていうのががっつり効くようにしてあります。こういう感じですね。大丈夫ですかね。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。若返ったかな。若返ったよ。バッチリ。ちょっと後ろに行ったのかな。はい、こんな感じのハイライトですね。ハイライトどんな感じ映ってる？大丈夫そう。こんな感じです。かっこいいじゃん。バッチリです。はい、じゃあそんな感じで一回ちょっと、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。バッチリです。はい、良かったです。なんで家で後頭部のブローだけ、うん、あれはご自身でやっていただいて、お願いします。じゃあ今日は、ハイライトですね。ハイライトを使って白髪ぼかしというか、まあ白髪が目立たなくなるハイライトっていうのをやらせてもらって、そこに透明感から、結局白髪が目立たなくなるハイライトを入れたけど、結局白髪染めしたら意味ないんで、12シルバーと 2GB を使った透明感グレーカラーですね。基本的にはシルバーでとグレーで作る、グレーカラーっていうのをやらせてもらって、うん、であとはシャンプーでトナーですね。トナーでブルーとバイオレッド、あとグリーンですね、あとシルバーで、そこら辺の一番透明感が出そうなやつと赤みオレンジみを消すような成分でやらせてもらって、最後メテオでツヤに仕上げました。でカットはレイヤースタイル、下をくびれさせて上をふんわりするレイヤースタイルっていうので本日は変身させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。若返りましたよかった、お疲れ様です。以上です。はい、こんな感じで、すごいですね、はい、緊張しました。ありがとうございました。バッチリでした。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあまた。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、そんな寄るんですか。近いな。ちなみに言うと、あなたカメラやってるから分かると思うけど、大して近くないから。近い。このぐらい。はい。全身バージョン。やめてやめて、壊さないで。ディズニーシーですね。雨は分かりません。いません、分かりません。はい、運だろう、運だろう。さあ、メリーも知ってます。だってCですもん。そう5度とかしかないんで、やば。じゃあそんな感じで今日も終わりましょう。バイバイ。